演舞開演。どうも、本日はこちらいちごの麦茶というものを飲んでみたいと思います。麦茶に香りがついてるってこと自体珍しいのですが、しかもいちご、どんな味なんだろう。開けた瞬間にいちごのあの甘酸っぱそうな香りはしてきましたね。これにお水を入れて 1,2 時間ほど待ってて抽出するとあります。ではティーポットをセットして、お水入れました。でも 1,2 時間なので当然このままでは飲めませんよね。では出来上がるまでしばしお待ちください。入れ終わりました。確かにイチゴの名が示す通りほんのり赤く見えますね。では早速入れてみたいと思います。香りは確かにイチゴですね。では飲んでみたいと思います。あれ?それは香りは確かにイチゴだったのですが、味は普通の麦茶とそんなに変わらないですね。あくまで香りを楽しむだけといった感じです。イチゴの味がつけたらもうちょっと上の方の点数に行ったのですが、香りだけだとこのぐらいですね。次は味も楽しみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。